調子漁港は、千葉県調子市の太平洋に面する漁港漁場整備法上の特定第三種漁港である。日本三大漁港の一つであり、三つの卸売市場を抱える日本屈指の水産物流通拠点である。年間水揚げ量では、全国第一位。水京筑波国定公園の指定区域内にあり、周辺の海岸は砂浜。 天然の岩礁と変化に富んだ風光明媚な地形を有している。長子漁港のシンボル、長子ポートタワー、千葉県長子市の長子半島先端北部、日本三大河川の一つである利根川の川口付近に位置し、太平洋に面した漁港。利用範囲が全国的な漁港のうち、水産業の振興のためには特に重要であるとして、漁港漁場整備法第5条を及び、 第19条の3に基づき定められた特定第3種漁港であり、海岸法第5条第4項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済み漁港である。戦後占領期に設定されたマッカーサーラインが徐々に拡大されて日本漁船の遠用漁業が可能になり、さらに朝鮮特需が始まると太平洋、日本海、東、シナ海の 各界に面する土港一港ずつの計算港が特定第三種漁港に指定され、その中でも1951年7月10日と最初に指定された日本の漁港拠点として古くから栄えてきた。近代以降も規模を拡充した結果、2011年に水揚げ量全国第一位となって以来、その地位を保っている。 主に獲れるものとして、春のタイ、夏のイワシカツオ、秋のサバサンマ、冬のヒラメなどがあり、このため全国から漁船がやってくる漁業基地となっている。近年では、銚子ブラその他としては、銚子の乳バイワシなどもある。銚子漁港は良質な漁港環境の条件として、以下のような特徴がある。漁港付近には加工品製造工場や漁業、関連施設、 新鮮な魚を使った食堂が並ぶ。1991年6月には、海の幸の総合センターとしての複合施設、ウオッセ21及び、銚子漁港のシンボル、銚子ポートタワーが竣工した。近年では、漁港漁場整備法第19条及び、第19条の3に基づく、特定漁港漁場整備事業計画として、 漁船の大型化や黒製、川口外交の両高校からの出入港を可能と、するに高校化に対応するため、大水深岸壁や外閣施設などの整備を行っている。高度衛生管理に対応した2裁き所として、第三市場及び大規模製氷上、陸用岸壁整備を行っており、漁獲物の品質や付加価値の向上という質拡大を図る。漁業の町、飯沼。 編集調子口と呼ばれた地形国土交通省国土画像情報をもとに作成した空中写真平安時代において房総半島はカ佐国、下兎国、安房国の三国となり和名類受賞によると調子港近辺は下兎国海上軍三千号と記されている調子という名が使われるようになったのは江戸時代以降でありそれ以前は言い沼あるいは 三千と呼ばれていた。また、淡島大遺跡と同様の地域を、下佐国会上軍船木号としている。平忠恒の子孫である千葉市の氏族である東氏及び、宇永氏がこの地を領有するようになり、研究年間千葉恒公が、宇永が一を名乗って、船木号に中島城を築城したと言われている。中島城周辺には、 円福寺及び川口神社があり、円福寺は人気五年二漁夫が海中から引き上げた十一面観音像を安置したのが始まりと言われ、宇ながみ市の木へも厚く、門前町が形成されたのが現在の調子の都市的起源とされている。また、川口神社は、かん二年の創建と伝えられており、海の守り神として白神明神とも呼ばれ、調子大量説では、 この裏守る川口の明人ご利益表せると、歌われているように、古くから漁師の信仰を集めていることからも、古くから漁業が盛んな地であった。利根川東線と水運の発展、編集、下佐調子の浜外浦歌川広重が、64周名書。そのため、海難事故が古来より多発している。このため、江戸時代以前は、内海で漁獲をすることがほとんどであった。 江戸時代初期に入ると、徳川家康江戸入府の1590年後、徳川市によって行われた、利根川の下流の付け替えに関わる一連の河川改修として、利根川当選事業が行われた。1621年の新川通海作及び赤堀川の改作開始から、1654年の赤堀川通水まで工事が行われ、 これにより、利根川の水は、太平洋への分水嶺を超えて日立川へ、十分な水量が流され、太平洋へ注ぐ銚子川口までつながる安定した、江戸の水運が成立し、銚子川口に位置していた銚子は、かつ気づくことになった。利根川当選事業による江戸への水運の確保により、近畿地方から漁民が大量に失業してきた。以後、岩資料が大量であったことから、 長子にも定住する人々が増えるようになる。暴走沖は近代に至るまでイワシの漁獲地として知られ、かつ背後に広大な農地を持つ国倉地帯。イワシなどの近海魚を江戸に供給するとともに長く星化の産地として知られるようになる。この頃、長子半島の先端南部に位置する外川漁港も江戸時代前期の漁師である紀州藩の崎山次郎衛門によって、 1658年と1661年の2期に渡り、外川浦に完成する。矢号は、大ー屋。二郎衛門は、故郷から多くの漁師を呼び寄せ、漁業と海運を営み、当時の盛況ぶりは、外川千見大繁盛と語り継がれている。東回り航路と醸造業、編集江戸時代中期になると、 国高制と参勤交代制により、幕府城前、諸藩倉前などの海上輸送が展開する。さらに諸商品の海外輸送も盛んとなり、城下町、港町、山島を結ぶ海運のネットワークが整っていった。そこで1670年に、幕府は、江戸商人、河村瑞賢に、東回り航路の整備を命じる。長子内海江戸周りと呼ばれ、 東北の石巻や荒浜などの赤出港から一旦、外海に出て、鹿島灘沖から長子川口付近に入り、そこから利根川を遡って、江戸に入る航路が利用される。時間も距離も短縮できるが、波の荒い鹿島灘を横切り、暗礁を避けて長子に入港するという、危険性の高いものであったため、 外海江戸周りという東北の赤出港から長子沖を通り、房総半島を回る。そして伊豆の下田に入り、そこから再び江戸に入る航路も利用されるようになる。この頃、江戸では醤油製造が伸びていき、不能や名主層、大見商人、紀州の出身者などによって、関東各地で作り始められたが、次第に独自の濃い口醤油へと発展し、 江戸への出荷を伸ばしていく。醸造家は関西からの下り醤油に対抗するため作り、醤油仲間を結成し、江戸の富屋との交渉や原料の塩の購入などを共同で行いながら品質の向上を図る。そして文化、分政期に江戸前の調理が発達すると、関東の好みは濃い口醤油へと急速に傾き、関東の醤油が江戸市場を抑えることになる。 その製造の中心が、調子と野田であり、利根川や江戸川に接し、物資の輸送に便利であったからである。山佐醤油、ひげタ醤油などは、日本を代表する醤油メーカーとしての礎を築き、その後の調子の繁栄につながったとしている。川船と運輸、編集1690年に、幕府は白米を、 津出しする菓子を定めたため、選ばれた菓子は、銚子漁港を含めて、商品流通のようとなっていった。周辺農村の年貢米や、特産品を菓子から井戸に向け出荷し、帰りも商品荷物を運ぶことによって、菓子は、急速に人や荷物が行き交う場所へと発展していった。利根川はじめ川という水系インフラの充実により、北総地域一帯が栄えることとなったのである。 その代表でもあるワラや小見川は、利根川水運の発達により、年貢米の津田芝や周辺地域の物資の、中産地として栄え、醸造業などの産業も発展した。この時期、サハラは、お江戸見たけりゃ佐原へござれワラ本町へどまさり、と言われるほどの賑わいを見せていた。利根川下流で主に使われていた船は主に、 高瀬船であり、最大級のもので、船長、約26.96メートル、潜伏5.1メートル余り、積載量は、米一200票であったと言われている。長子港の繁盛と整備、編集犬吠崎灯台交通の要所、魚介類の水揚げ場、醤油の生産地として栄え、多くの船舶が入出港し、明治時代に入ると、 調子漁港はますます漁業の港として栄えることになる。明治初年頃の調子は千葉県で一番人口の多い都市であった。また、利根川を蒸気船が就航することになり、調子東京間を結ぶようになると、東京及び周辺地域から秘書や海水浴で大勢の人が訪れた。犬坊崎付近に岩礁、暗礁が多く、海流が複雑で、 1868年には、幕府の軍艦、三河穂丸が暴風雨に遭い、黒瀬沖の岩礁に乗り上げて、座礁沈没、乗組員が死亡するという事故も起きていた。このような状況の中、長子校の改修と、洋式灯台の設置が求められ、明治初期に江戸条約によって建設された八機及び大阪条約によって建設された五機の、 洋式灯台に続く重要な灯台として建設が決まり、1872年に着工。1874年には犬坊崎灯台が完成する。1886年には、銚子地方気象台。1908年には、銚子無線電信局が建設されている。その後、1897年には、国鉄総武本線が、 長子駅まで開通、利根川沿いの国鉄成田線は1898年には、佐原駅まで開通し、後に松岸駅まで開通したことで、総武本線と接続した。両方の鉄道が長子まで延伸したことで、旅客や貨物輸送は増加し、長子への観光客はさらに増えて、観光産業が盛んになった。また、江戸時代後期以降の長子港は、 漁港として賑わい、東回り海運が衰退する明治期以降も、ますますその需要を伸ばした。ところが、港湾の形状は依然として整備されず、船舶を迅速に運転できるよう近代化する必要に迫られていた。第一次整備計画が完成したのは1925年のことであった。1932年に第一卸売市場が、 完成する。日本屈指の漁港町、長子へ、編集長子漁港第一卸売場第二次、世界大戦末期に、長子周辺は、東京を空襲する B-29 の侵入ルートとなり、被害を受けた。この空襲により、戦前の港町らしい町並みや流星を誇っていた、江戸時代からの建造物の多くを失った。第一次整備計画から、その後、工事は、 第9次整備計画まで続けられ、今日の形になっている。概要から調子外交へ入り、運河で第一卸売市場まで入ることができ、大きな海難事故もなくなっている。1951年7月10日には、全国で初めて特定第三種漁港に指定され、調子漁港は水産業の振興のためには、 特に重要な位置づけとなった。地元漁船はもとより、北は北海道から南は沖縄に至る沖合漁船の一大根拠地として発展している。また、観光都市としても成長した銚子市は漁港区域内に銚子ポートタワー及びオッセ21を整備。漁港のシンボルであると同時に犬坊崎灯台と合わせて銚子の観光の拠点となっている。マダイ、カツオ、 マグロ類、マイワシ、サンマ、サバ、メカジキ、ブリ、アジ、ヒラメなど、魚種も豊富であり、これら魚介類を取り扱う魚市場、卸売場も調子漁港整備に講し、第1、第2、第3卸売場と受け入れ施設の整備拡充が図られ、全国有数の漁業根拠地として、さらなる発展が期待されている。市場面積、編集市場詳細、 編集第1、卸売場第2、卸売場第3、卸売上新製駅から漁港内に引き込まれた。専用船は、長子漁港で水揚げされた魚介類を東京へ運搬するために、戦時中に建設されたものであった。魚介類を貨車に積載し、両国駅まで貨物列車で輸送していた。後に専用船は、トラック輸送への転換が進み廃止となった。 中央市場前まで伸びていた港内の線路の跡地は駐車場として使用されている。国漁業共同組合連合会が中心となり、漁業共同組合連合会、漁業共同組合が選定した漁師が自信を持って推奨する魚介類として、長出リ金目長子のニューバイイワシがプライドフィッシュとして選定されている。鉄道、編集路線バス、編集高速道路、 編集一般道路、編集駐車場、編集、ハット AB インク、産 k デジタル、調子漁港が、水揚げ量7年連続日本一千葉、産 k ニュース、2019年3月4日閲覧。AB、漁港一覧、水産庁、www.jfa.maf.go.jp、2019年3月4日閲覧。 調子漁港特産からのお知らせ、調子釣り金目公式ホームページへようこそ。chositurikinme.web.fc2.com h Com。2019年3月4日閲覧。ab、調子のニューバーイは七ち県全国のプライドフィッシュ。プライドフィッシュ。プライドフィッシュ公式サイト。2019年3月12日閲覧。ab 調子漁港の 港文化 http コロンスラッシュスラッシュ www.web.or.jp スラッシュ minatobunka スラッシュアーカイブスラッシュレポートスラッシュ 025.pdfhat 国が策定した特定漁港業場整備事業計画水産庁 www.jfa.maf.go.jp2019 年3月4日閲覧 調子漁協、申請標高上限制記念式典、千葉、毎日新聞、2019年3月4日へ図覧、キラセ、ネット歴史館調子地名の由来、www.unakami.com、2019年3月4日へ図覧、川の歴史江戸川河川,川事務所国土交通省、 空色ウォークバンドを33カ所、イーヌマサンエンプクジ、s o r a i r o w a l k w a v e f c 2 c o m 2 0 1 9年3月4日へ図覧、調子大量説家史の意味千葉県調子市、世界の民謡、同様、2019年3月4日へ図覧、千葉県観光物産協会、千人塚、丸ごと、 E. 千葉千葉健康式観光物産サイト。2019年3月4日閲覧。山口徹、沿岸漁業の歴史23ページ。AB デジタル版日本人、明大辞典プラス、調子漁港から言葉ん区広報調子平成20年6月号、大戦77号、2018年8月17日、閲覧。調子内海江戸周り霞ヶ浦河川,河川事務所。 国土交通省関東地方整備局 www.ktr.mlt.go.jp2019 年3月4日閲覧千葉県09・利根川水運と醤油・みりん生産千葉県2019年3月4日閲覧千葉県の歴史石進む宇野春一編利根川と荒川 h t t p ススララッッシシュュ w w w h e y n e j p スラッシュ OK 放水路 htm 近代以前の日本の都市人口統計より明治時代の水分交通と産業鹿島デジタル博物館2019年3月4日閲覧上司市漁業共同組合 www.choshi-gyokyo.jp 2019年3月4日閲覧。白土貞を天皇がご宿泊になった貨物駅総部本線新生駅マイナス。鉄道ピクトリアルナン、no. バー 808pp67 から71電気車研究会。千葉の釣り勤め千葉県全国のプライドフィッシュ。プライドフィッシュ。プライドフィッシュ公式サイト。2019年3月12日閲覧。 調子推奨認定品調子ブランド調子観光。w w w c h o s h i k a e n k o c o m 2019年3月12日閲覧。調子水産祭り、特産金目など、観光客らが、舌鼓、千葉。毎日新聞。2019年3月12日閲覧。千葉県観光物産協会。 調子うめニューバイ,イワシ祭り。丸ごといい。千葉千葉健康式観光物産サイト。2019年3月12日閲覧。水揚げ3年連続日本一調子漁港千葉日報2014年1月10日。閲覧。ありがとうございます。